雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。エデン？し、え？エデンは今酔っ払ってるからすごく可愛くなるわよ。見てて、エデン。あら、エリー。ごきげんよう。ねえ、エデン。フェリスから聞いたけど、また彼女に綺麗な宝石を送ったんでしょ？ええ。ターコルの民族劇場で、議員たちのために出演したとき、議長がくれたものよね。覚えてるわ。あのルビーは不純物が少なく、あの地域でしか手に入らないものよ。フェリスが気に入ったみたいだから、プレゼントしたわ。わー、きっと綺麗な宝石だったのよね。見てみたかったわ。エリー、フェリスのところに行けば見られるわ。それより、今はこれを見て。このアクアマリンは不純物が多いけど、制作者は大自然と張り合うかのように、宝石をより輝かせようと、こういうローズカットを発明したの。これは世界で初めてローズカットされた宝石よ。もし気に入ってくれたらプレゼントするわ。本当に？ありがとう、エデン。大好きよ。いいのよ、エリー。そういうのは私にとってただのものに過ぎないから。ねえ、可愛いでしょ？エデンが酔っ払うといつもこういった話をしてプレゼントしてくれるの。そんな風に見ないで、後でちゃんと返すから。まあ、だいたい受け取ってくれないけどね。ごきげんよう、メイさん。答えを求める旅は順調かしら。まあまあってところね。メイさん、あなたを見るたびに思わず過去のことを思い出してしまうの。あなたは若い頃の私とそっくりだわ。目には誇り、自信、それと全てを顧みない決意がある。あの頃の私はデビューしたばかりで、次の公演があるかどうかもわからなかったのに。遠い昔の出来事だけどね。あなたの芸能生活はずっと順風満帆だと思ってたわ。そんなことないわ。同業者の競い合い、先輩からのいじめ、マネージャーの裏切り、似たような難題がまだまだあったわ。でも音楽と歌声は嘘をつかない。観客たちの拍手と歓声も嘘じゃないわ。自身の光を研ぎ澄まし続けたら、きっとそれは誰も無視できなくなるものになると私はずっと信じてる。ありがとう。覚えておくわ。
そうかしこまらなくていいわ、メイさん。過去のことをあなたに話しただけよ。あなたが耳を傾けてくれるだけで、私は嬉しいわ。あなたのリスナーになれてよかったわ。ありがとう、メイさん。私の力が必要になったら、いつでも教えて。あなたの旅が順風満帆であることを願ってるわ。